あー、今日も暑いな。まだまだ暑い日が続くわね、お兄ちゃん。そうだな。もうすぐ秋が来るのに、まだまだすごく暑いね。本当に暑いな、今日は。伊之助の格好は涼しそうだけどね。あー、暑い暑い。お前たち、暑い暑い、うるさいな。あ、鬼舞辻無惨。暑いと苦しんでいるお前らを涼しくしてやろうか。俺たちを涼しく、そんなことできるのか。俺様の血鬼術なら簡単だ。騙されてはダメよ、お兄ちゃん。鬼舞辻無惨が血鬼術を誰かのために使うなんてありえないわ。かまどねずこ、人を疑うのも大概にしろ。俺様の血鬼術ならとっても簡単にお前たちのことをひんやり涼しくしてあげることができるぞ。ひんやり涼しくか。できるもんならやってみろ、鬼舞辻無惨。そうだな、一瞬でできるならやってほしいかも。みんな鬼舞辻無惨に騙されてるんじゃないの。よし、じゃあ俺様の血鬼術でお前たちを一瞬でひんやり涼しくしてやる。それあ、空から季節外れの雪が降ってきた。雪が降ってるとひんやり涼しい。あれ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 れれあれれ、俺たち雪の中に閉じ込められちゃった。これでひんやり涼しくなったろ。涼しいけどこれはあんまりだわ、鬼舞辻無惨。もぐもぐもぐ、なんか食べるもの全部冷てえぞ。もうなんでこんなことするのさ、鬼舞辻無惨は。雪に埋もれてて何を言ってるか聞こえん。雪で俺様もひんやり涼しくなったところで、かき氷でも食べに行くかな。あ、ちょっと鬼舞辻無惨待ってよ。鬼舞辻無惨が行っちゃった。寒すぎるよ。いくら暑い日とはいえ、こんなにたくさんの雪だと体が凍っちゃうわ。誰か助けて。炭治郎の助けてという声があたりに響き渡って、あら、今助けてという声が聞こえたような。あ、しのぶさん、ここです、ここです。まあ、炭治郎くん、善一さんに、ねずこさんに、のすけさんも、一体どうしたんですか。鬼舞辻無惨に雪の中に閉じ込められてしまったんです。もぐ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 、何を食っても冷たいんだ。このままじゃ雪だるまになっちゃうよ。雪で身動きが取れなくて、しのぶさん、俺たちのこと助け出してくれませんか。わかったわ、今すぐ助け出します。みんなもうちょっとの辛抱ですよ。まずはねずこさんを助け出しましょう。雪を取り除いて、よいしょと。はい、雪の中から救出大成功。わあ、しのぶさん、ありがとうございます。雪の中冷たかった。暑い日でも雪の中に閉じ込められるのは絶対嫌だわ。鬼舞辻無惨め、許せない。さあ、他のみんなも助け出しましょう。次は頭が埋まっちゃってる伊之助さんですね。伊之助さんを救出しますよ。さっきから雪を食べてたみたいですけど大丈夫ですかね。あ、かわいいお顔も大丈夫そうですね。雪を取り除いて、伊之助さん救出大成功です。ああ、雪って食べても食べても冷たいんだな。俺様、雪を見たの初めてだ。鬼舞辻無惨め、許せないぞ。さあ、残ってる俺様の子分二人を助け出そう。あとは炭治郎くんに、善一くんですね。炭治郎くんから助け出しましょうか。よいしょ。よいしょっと。わ、雪がついてるので、取り除いて、はい、炭治郎くん救出大成功です。しのぶさん、本当にありがとうございます。このまま雪だるまになってしまうかと思いました。鬼舞辻無惨め、涼しくしてくれるって言うから期待したのに、まったくひどいことをするやつだ。さあ、残りは善逸だよ。善逸も救出しよう。残る一人、善逸を救出するよ。よいしょ。顔から雪を取り除いて、よし、
前日も救出大成功だよ。しのぶさん、助け出してくれて本当にありがとうございます。すごい暑い日は汗でベタベタになるし、直射日光で日焼けしたり熱中症になったりするから本当に嫌だけど、雪もたくさんあると大変だね。暑いのも寒いのも程よいのがいいな。みんなもまだまだ暑い日が続くから熱中症に気をつけて水分補給をして遊んでね。急に寒くなる日もあるから、暑さ寒さの調整をしながら元気いっぱい毎日を過ごそうね。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。